生命っていう言葉があります。名を正す、それは君臣の名分を正すことだ、こういうふうに考えてしまいました。名を正すって、君臣の名分を正す、君臣の名分って言ったら君は君、つまり臣下は臣下、その名前が分けているところをはっきりさせることだっていうので、藩主に対して命を下げなければならない。君って、書いてありますから、藩主でもいいわけですからね。そういうふうに言ってますが、それじゃあ生命っていうのは何かっていうと、孔子の言っている通りを書くと、三行目のちょっと生命っていう下を見てください。論語ではですね、な正しからざれば、すなわち言従わず、言が順調に通じないってこと。言従わざればことならず。ことならざればすなわち礼学起きず、起こらず。そういうふうに書いてあります。生命。名が正しくないと、名を正さないといけない。名を正しくしなきゃならない。名を正しくしなければっていう、名っていうのはですね、名詞っていう時に、日本語でも中国語でも言うんですけど、名詞っていう時に何を言うかっていうと、人の名前じゃないでしょ。名詞って人の名前も入りますけど、こういうもの、これを何というか、これを何というかっていうことですね。だからその名前が正しくなければ、言不順っていうのは言が順調に通じないということです。そして言葉がうまく通じなければ仕事ができるはずはない。仕事ができなければ礼学起こらずっていうのは、礼とか音楽とか起きない。それで、典礼とか何とかで、宗教的なことをやるんだったら、孔子はやっぱり、その昔の人なんだから、変なことを考えてたんだろうって言って、お化けを信じたり、それからなんか、そんなんじゃなかろうかって言うんですけど、よく見ると、死は語らず。孔子はお話にならない。怪、力、乱、真を語らず。怪っていうのは、怪しいなことね、幽霊なんか出てきますよなんて言わない。力っていうのは暴力のものですね。暴力を持ってる変な怪物がいるんだとかっていうのに、乱っていうのは乱心したような変な、よくあるでしょ、教女が出てきたとか、教女の魂が出てきたとか、そんなこと言わない。それから真っていうのは、これは神様のことじゃなくて、これは精神って、人間の精神などというように言って、中国語ではこの日本語で神様に当たるものは天と言います。天と言って、この神様は人間精神とかね、それから神気あふれるとかって言って、例えば山に行ってなんとなくこう山の霊がこもっているって時に神気があふれるとかって言いますし、しますので、人間の精神というときに人間の中に神様があるなんて考えありませんので、ですから神というのはちょっとこう神秘的なわけのわからないことをあまり言わないと、孔子は語らない。だから孔子は非常にそういう意味では合理主義的な人で、それでしかし合理主義でありながら神様を大事にするっていうのはどうしてだろうって言ったら、死んだ人をどうやってこのお葬式するのかですね、そういう時どうしたって典礼的なことを言わなければならない。